バルセロナグループ新天地中洲での初挑戦。その僕自身中洲の街を変えるつもりでやってきてますので。オープンするとわずか20分で満席に。初日の来客数はなんと120名を超えた。ありがとうございました。あの怒涛のオープンから2ヶ月。ありがとうございます。中洲通りは異常なまでの盛り上がりを見せていた。僕が当初思い描いたよりは早くすすきのと近い状態まで持ってこれたのかなと思います。安田さんに関してもなんか意外とこんなにフランクに関わってくれるんだというか、うん、まあ、友達のようでもあり、まあ、先輩のようでもあり、こんなにこう臨機応変に関わってくれるんだったら安心だなっていう人が多かったので。そんな中今月なんか大きいレースが始まったというふうに。関西コレクション出場をかけたバルセロナグループ最大のレース、オータムカップ。今回初めてすすきの以外の中洲店からも出場のチャンスが訪れた。個人的に船津さんとして出てほしいキャストさんとかいらっしゃいますか？いやー、市場は持ち込まないようにしていて僕はどの方が出たとしてもいいなっていう感じなんですけど、もうこれは自分の担当さんからいわゆるこの関西コレクションに歩いたキャストさん一人もいないんですね。自分の担当さんの中でしっかりとマネジメントをして熱意を持って関西コレクションに出したことがあるっていうのは、あの僕の中ではすごく有名なので、うん、ちょっとここは僕を頑張りどころかなと思います、うん。そんな関西コレクション出場の切符をかけたオータムカップ、グループ最大のイベントを中洲のキャストたちはどう感じているのか。バルセロナに入る前はラウンジで働いてました。それこそやっぱ関西コレクションっていうのは憧れだったりするんですか？今まで全く考えてはなかったんですけど、この業界に入るんだったら一番のトップが出れるコレクションやと思うんで目指してみたいなとは思ってます。自信のほどはないです。もともとは山口。山口なんですか？はい。実際働いてみて、まあ多分2ヶ月ぐらい経ったと思うんですけど、はい、どうですか？めっちゃ働きやすいです。あ、そうですか。売上も結構こっちに入って全然変わりましたね。でそんな中今なんかレースしてますね。今1位を取りに行こうという気持ちだけはあります。関西コレクションとか違う店では絶対なかったことだから、そうやって頑張っていくモチベーションに上がることじゃないですか、うん、もちろん。でも自分で今目標がまずは痩せたいって思ってるからそれに向けてちょっとダイエット頑張ろうと思ってます。私は今福岡とすすきのを行き来して働いてる状態。メインは福岡で。関西コレクションみたいなものも目指すものにはなるんですか？一度出させていただいたので、うん、出たいなっていうのはあるんですよね、うん、もちろん。やっぱり一回出るとよりもう一回出たいっていうものなんですか？はい、そうです。レースが始まったんですよね。いや、ついに。本当ですよ。インスタとかブログでも相当カンコレ出たいみたいな。カンコレへの思いをブログにめちゃくちゃ長文で書いて、うん、ここで頑張らないと意味ないっていうか、うん、不安も全然あるけど、本当になんか最終便まで分かんないから常に気を抜けないっていうのはありますけど、うん、スタッフの方とかにも何か相談したりしてるんですか？あ、してます。私の担当の徳光さんには相談結構してて、でしかも徳光さんの担当の女の子が結構関西コレクションに出てる女の子が多くて、過去。そうです、過去に。なんかいろいろアドバイスとか聞いたりして。なんかあのレースが始まったじゃないですか。そうなんですよ。徳光さんの担当になるとなんか観光行けるみたいな。いやいや、そんなことはないですよ。キャストさんの力なので、はい、それ誰が言ってんですか。僕が別にお客様を呼んでお客様を楽しませているわけではないので、うん、見守ってあげて信じてあげることで、道を踏み外しかけたりとか、うん、メンタルが壊れちゃった時にちょっとだけ修正してあげるだけなので、うん、それこそカンコレに行ったキャストさん何人かいますけど、うん、結構喧嘩したりしましたよ今までは。キャストさんは個人事業主として自分の売り上げだったり、うん、名誉だったりプライドを負うんですけど、我々は店舗運営をしている側なので、うん、その組織の秩序が乱れてしまってはいけないので、どっちも仕事に対して本気なんですよね、はい、でも大事なのは向き合い続けることかなって。喧嘩してもいいかなと思うんですよね、はいはい。翌日、初のハロウィンイベント。
スワット特殊部隊です。かわいいぴょんぴょんバニーちゃんです。お客さんは喜んでた感じです。お客さんめっちゃ喜んでました。あと、大ちゃんのお尻が、大ちゃんのお尻が結構目立ってますよね。また酔ってるって言われちゃってるな、この時間は。確かにそういうポーズだもうまた言われる。それ何のポーズです。これはなんかセクシーな女。本当やだ。でもこれ流れるんでしょ。なんか前回オープン初日こう来たんですよ、はい、ずっと酔っ払って。あ、そうですね。俺もオープン初日来てて、俺がシャンパン2本開けたから多分酔っ払ってあ、でもそれもある。全然雰囲気が違う。あ、違いますよね。なんか、エレベーターの中に絡んだ記憶しかないから。あ、バルクさんの YouTube の人ですよ。撮ってくださいよ、私のことを。いいですか。今どんな感じですか。忙しいですか。忙しいですね。本当になんか今、オータムカップってなんかレースが始まる、はい、あ、これかかってるレースが始まるから、はい、ちょっと応援してほしいって感じの自分には聞いてた。結構応援しているというか、優しい、本当に。未経験から。はい、未経験やられて2ヶ月で、なんかどういう今感じなのか。今、シンデレラレース、その未経験のこのレースがあってるんで、そこで1位を狙ってます。今何位とか出てる。2位だったと思います。え、2位ですか。めっちゃすごいです。いや、でも1位がいいです。オータムカップってまた別のレースなんで。あっちはどうですか。参加して頑張りたいなっていうのは伝えてるんですけど、ちょっとまだ未経験の私にはレベルが高いかなって思うけど、でもやりきりたいので頑張ります。してるというか。アイサはどこがいいとかあります。いや、もうなんかもうそのままにする素の上がらない感じ。まあ、そんな流れじゃないですよね。頑張りやすい。観光旅行のダイエットが大事だっていう。今回あのオータムカップっていうのはバルセロナグループで、はい、お客様は今どういう気持ちでそれを見てるのかなって思って。いましたよね。いや、知ったんですけどね。初めて知りました。まだお客様に言ってなくて。え、なんで言わないんですか。なんかまだ今年は出たくない。出ないけど、お客様にそうあんま負担まだかけたくない。あー、なるほど。今は新しいお客様を捕まえたいなって。疲れちゃったね。疲れちゃったね。トラちゃん推しでやると、まさらさらビビってくる。うん、ビビってきた。かなり応援してることだと思う。一緒にね、楽しんでいけたらね。中洲通りはあのオープンからいらっしゃってる感じですか。あ、狙ってきました。あんまり狙ってないというか。狙ってますよ。あ、狙ってるんですね。そしてこの日、なんと総額2500万円のシャンパンタワーが準備されていると聞きつけた。このシャンパンタワーの主役はさくらりの。過去在籍店6年連続ナンバーワン、毎年誕生日にはシャンパンタワーをしていた中洲のトップキャストがバルセロナに電撃移籍。過去にタワーはしてきたんですけど、まあ、一番大きなタワーに住んでます。金額で言うと、はい、はい、それでは改めましてですね、僕もこんなに大きなものを見るのは初めてなんですけども、ソーメルクという超高級シャンパンでタワーをいただきましたので、ありがとうございます。お願いします。あ、もう大丈夫ですよ、変われないよ。いや、いや、まあ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 、いや、本当に優秀な担当さん。いや、とんでもないです。うわこれ、溢れてる気がします。溢れてる気がします。僕の思いと一緒に。うまー。普通にやることあるんですか。はい、実際こういうふうに。いや、スタッフ側がやらせてもらえることないですよ。間違いなくないですよ。1本100万すいません、100万いただきました。これは今どういう…パンコレレースと入店祝い、伊勢ティー祝いで入れてもらいました。あ、そうなんですね、はい、オータムカップは一番取りたいなって思います。はい、はい、これもう圧倒的にも1位になっちゃうんじゃないですか。いや、
そんなわかんないです。全然安心はできないやっぱり関西コレクション歩くっていうのは、はい、夢というか、あ、そういうことなんですか。そうですね、嬉しい。レースって本当に何があるか分からなくって、今の実力というよりは関西コレクションに出たキャストさんであったり、今のナンバーワンの方であったりとか、既存店のナンバーワンを下克上で狙いに来たキャストさんとか、まさにそうなんですけど、本当に意地とプライドだけなんですね。接客のうまさかとか、そういうもう本当にスキルの問題ではいよいよなくなってきていて、私が絶対に出るんだっていうことをもう狂気じみるぐらいにちゃんと熱量を持って考え続けて、自分を追い込んでストイックにやり続けた方が、まあ、レースに行けるという、カンコレに行け、熾烈な争いですね。